そろそろ休憩が必要です。どっかねえかな。コンビニか、コンビニ、コンビニぐらいはありそうだけど。どうせな、景色が素晴らしい。黄昏れてますね。やっとバイク、やっと文明あるとこ来たって感じだ。水系が行きました。応答甲州名物あっちのアルプスの方はすごいね、雪がやっぱ雪がすごい降ったんだな。遅い経がどいたのにあんまり変わらんってどういうことだ。まあいいけど、私の車もゆっくりだからいいや。おしっこしたいんです。大体僕らが知ってる山梨、いや山梨っていうかね、大体富士五湖周辺とかさ、南部とかね、仁野部とかさ、もうその辺は親しみ深いけど、こっちの方は全く知らないからな。ほとんど初めて来るからね。甲府とかも来たことないんだよな、あんまり。まあ、通ったことはもちろんあるけどね。どんなとこなんだろうね。山梨もなかなか広いからね。おしっこしたいっす。ここ左か。ここ左っぽいな。ここがあるな。いいとこにあるね。なかなかいい道じゃないですか。しかもでも細くなりそう。ずっとまっすぐか。よし、これまっすぐじゃねえ、まっすぐか。よし、行くか。なかなかマニアックな道走ってんな。絶対違うと思うんだけどね。どうもナビを信じていくしかないな。おしっこがしたいんです。よし、
な、なんかブドウかなんか作ってんのかな。さすが山梨だぜ。ここはゆっくり行こう。よくわかんない農道に来ちゃった。すごいじゃん、ブドウか。おお、イチョウが大きいよ。素晴らしい。こんにちは、なんだよ。こんなに釣り行くんかい。さっきの道じゃねえの。なんだあいつ、なんだあいつ、なんだなんだ。あ、これがフルーツラインってやつかな。フルーツラインに来たっぽい全然予定してなかったけどね、なんとなく聞いたことあるんですけど。おお、すごいいい景色じゃん。おお、すげえ。なんか全然予定してなかったのにありがとうこれか、これがフルーツラインね。うん、おお、楽しいぜ。やばいぜ、休憩場所がない。ちょっとこう止まろうかな。この景色見て、景色、あの山がすごいね。景色景色、おお、あのアルプスも雪が積もってるっぽいですね。いや、どっか展望台かなんかないかな。よし、おお、なかなかいいとこじゃないですか。わけもわからず来てしまった道だけど、いや、フルーツライト。ここ寄っちゃうかな。ここで寄れるんだ。ここトイレあるじゃん。トイレあんの。結構行かないとダメか。下か、トイレ。うん、行っちゃうか。よし。一足入れたまとめを。よし。オッケー。残念。はい、トイレ休憩しました。よかった、トイレあってすっきりした。今気温がね15度になった。だいぶ暖かくなってきたね。ただこれでちょうどいい感じだからね。はい、なんかフルーツラインっぽいよね。もう終わったのかな、収穫は。
もう中央道乗っちゃおう。これ勝沼っていうのにちょっと乗ります。もう下道ちょっとよくわかんないんで、この辺ちょっとまあいいでしょう。すげえいいとこだな、なかなか。ね、このフルーツラインもね走ってみたかったんですよ、実はね。まさか走れちゃうとはね、想定外、全然予定してなかったですけど、とにかくその奥多摩周遊道路行って、大菩薩ラインを行くと、そればっか考えてましたから、帰りはなんとかなるだろうと思ってね、もう富士山目指せばいいかみたいな。なかなかいい道路に走れてよかった。なかなかおすすめですよ、ここ。例えば逆ルートまでだよね、これ通って、フルーツライン取って大菩薩ライン取って奥多摩周遊道路行くとかね、そっちもありっすよ。まだフルーツラインだね。山梨もなかなかいいとこだね。ほほほ、この辺もなかなかいいところじゃないですか。ここも休憩していいのかな。中央道混んでるかな。もうそれほどじゃないか。もう中央道が見えた。いや、ここすげえよ。すげえいい道、素晴らしいな。何度も言うけどおすすめです。もう一回左行くのか。よいしょ、ワインショップグレープです。遠く南で降りて行ってもいいし、遠く南で降りるか。
名古屋か。あれ合ってんのかな。すげえ不安になる。さっき川口湖方面です。大丈夫か。まあどっち行ってもまあ最悪良かったのか。まあ川口湖で降りても良かったし。どうしようかな。あっちまで行っちゃってもいいんだよな。あっちまで行っちゃうかな。結構高くつくけど。中央道空いてるね。大丈夫だな。このまま奥南で降りるのをやめてあっちまで行っちゃうかな。ちょっと一回走ってみたいっていうのもあるしな。おお、なかなかいい景色じゃないですか。例えばね、奥多摩でそのね、奥多摩周遊道路ね、まあ開くのが9時だったわけですけど、まあ1時間半ぐらい待ったのかな、あれで。待ってる間ね、なんか変なおじさんに話しかけられちゃって、最初なんだろうこのおっさんって思って、まあ終始何言ってるか分かんなくて、まあ俺もちょっとまあはあはあみたいな。すごい笑顔でね話しかけてくれるんで、だから俺も無視はできなかったね。無視はできないから、まあ笑顔でこっちもうなずきはしてたけど、本当に何言ってるか分かんない。でどうやらそのおじさんね、そこの駐車場のなんかね車を誘導する人だったのかな、どうなのかな。結構面白いおじさんだったからね、最初なんで俺みたいな。まだ他にもいっぱいいたけど、ひょっとしたら話しかけられやすい顔してんのかな。大体ね、大体そうなんですよ。いつも なぜか俺に話しかけられる。まあ別に悪い人じゃなきゃいいけどね、全然。多分いい人だったな。でもただ何言ってるか分かんなくて。でもまあいい時間潰しにはなったかな。まあ楽しかったっす。まあいろんなバイクも見れたしね、まあ、ほとんど大型だったからね。250なんてほとんどいなかったな、まあ、125はいましたけど。そしたらそこの名物おじさんかもしれないね、お、もうすぐ尾道が3000キロになります。今2999、ついに3000キロになりました。あ、思ったより遅いか。もう半年だからね、ちょうど納車されてね。オイル交換なんだよな。これオイル交換3000キロだと思ったら、どうやら4000キロのようです。でも3000キロって勘違いしたのが、1000キロから3000キロだったのね。だからあと1000キロしたらちょっとね、自分で書いてみようと思います。まあそこで失敗してもあれだからね、まあそれ本でいかんなるでしょう。
で今回はなんていうのフィルターは交換しないんで、まあ なんとかできるでしょう。まあ車とかねやったことあるんで別に、うん、まあなんとかね場所狭いけどなんとかできそう。あのオイルしてるやつなんか段ボールみたいなねあれ買ってこないとね。風が強い。境川、境川ってことかな。大体静岡県の人はこの甲府南で降りるんですけどね。で、あの小事故かな、小事故ブルーラインってやつ、あれに乗っていくんですよ。今回ねちょっとあっちまで行っちゃおうかな、うん、まあ、ちょっと金かかるけどいいや、やっぱ走ってみたいんで。甲府南で降りるのかな。いやあれは前の山がすごいな、雪が相当降ったんだね。では降りません。ちょっとあっちの中部横断道ってやつかな。